MED オブスロットルしんのすけということで、毎月18日気候な高井田店で開催というところの番組ですけれども、オープニングは例によって前日にですね、ちょっと打ち合わせ兼取材という形で引いちゃってください。どう、気候な高井田店向山店長でございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、すけさん、はい、前回見ました向山です。向山ですよね。向山です。向山なんです。はい、向山。そうです。向かう山と書いて向山です。向山なんですね。はい、しんのすけさん、オープニングで前回も向こう山から入って向山って言って、ずっと向山向山って言ってたんですよ。はい、で向山になる。じゃあ今回から向山でお願いします。あ、完全に向山なんですね。はい、完全に向山です。失礼しました。はい、向山さんですか。はい、結構ね、僕の知り合いにね、向こう山とか向山って2人いるんですよ。はい、どっちの名前もいるんですよ。はい、向山は珍しいと思います。はい、3人いて3人とも言い方が違うっていう、はい、びっくりしました。すみませんでした。はい、お願いします。向山店長でございます。はい、さあ、今日がね、僕の誕生日なんですよ。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。何か用意してないです。いや、もう全然ね、こうやって取材させていただけるだけでですね。はい、グランドオープンから2ヶ月ということでどうですか。いや、順調に2ヶ月来させていただいておりますので、うん、まあ、特にですね、やはり8をメインでやらせていただいておりますので、10日前の2月8日は300人以上並ばれたということで。はい、そうですね。はい、抽選と合わせて450名様ぐらいは、あ、一般飛び込みと合わせました、ね。で、飛び込んで来ていただきましたので。そうですね、はい、2ヶ月経ってそれっていうのはね、というのはこの大阪の東大阪市っていうところにあるんですけども、このエリアっていうのは非常に競合店というか、大手の法人、パチンコ法人がですね、ひしめく地域でですね、ワンツースリーとか、あと、はい、矢とか、はい、あとはマルハソとか、はい、なんでしょう、イタリアっぽい、ベニスっぽい名前のね、はい、とか、まあすごいんですよ、本当に。で、それが1店舗ダーンってあるだけじゃなくて、同じ系列の店が1店舗、2店舗、3店舗ってあってね。そうですね。すごいですよね。はい、そういう中で、じゃあ高井田店が生き残っていくために心がけてるところってありますか。やはり分かりやすくです ね、 ですね、お客様にとって分かりやすいことを心がけると言いますか。はい、まあ、だいぶ、まあ、うなずかなくていいんですけども、まあ、僕らなんかは台場祭り8であったり門台であったりっていうところはやっぱり傾向としてあるのかなとは思うんですけども、うなずかないんだね。はい、でね、まあ、そういうちょっとやらしい話はさておきですね、業界的にはこの1ヶ月以内にですね、北斗の拳転生の賞、はい、あれが再認定取れましたよね。再認定取れましたね。はい、なんで法律的には来年2017年以降も何事もなければ設置し続けられるっていうことになったんですけども、はい、それを受けてやっぱ絆を増大されるお店さんとか多いじゃないですか。多いですね。ここもワンボックス36台です。36台あるじゃないですか。はい、今中古価格で今週入ったら150万っていよいよついたところで、あの新基準がまあいけてない中、旧基準機に対するその扱いの、そうですね、ところはですね、まあ、地域最大級でございますので、バジリスク、絆、うん、まあ、北斗の拳ともなんですけども、まあ、地域最大級っていうね、ことがございますので、しっかりそこはお見せしていきたいなと。で、なんでしょう、新基準と旧基準ってすごいやっぱり、はい、業界専門的なことを話したのがこいつら食いつきますので、はい、話しますけど、はい、単価ってどう違うんですか、新基準と旧基準。ですね、もう単価は明らかに旧基準の上ですよね。あ、上、はい、ということは稼働さえついてしまえば、きっちり使えるっていう裏返しでもあると。はい、売り上げが上がる分だけ、うんうん、まあ、当然上の設定は使いやすいということにはなります。ああ、なるほどね。で、ここ大阪地方は 11.2 分期っていうところではやっぱりやるときは 11.2 を目標を超えてもいいぐらいの気持ちではあると。当然もっともっと超えてもいいかなと思いながらやってます。あ、そこはありがたいですよね。はい、
じゃあ給与基準、じゃあ転生もそのまま行くって感じですか？そのまま行きます。もう認定の準備は進んでおりますので。ああ、はい、絆がちょっと分かんないですよね、現状。はい、すごい、あのこういう、なんでしょうね、この業界のそっちの方面の話って1週ごとにこう情報が切り替わっていくんですよ。はい、やっぱり目を光らしてる感じですかね。そうですね。はい、で、あと気になったのが、お気どきのトロピカル入れたじゃないですか。はい、あれどうすか？あれはですね、ぶっちゃけ、お、言いますね。ダメですね。ああ、そういう方が真実味あるんで。はい、ダメですね。あのやはり、私も一ユーザーで打ちましたけども、あれはね、ダメです。あ、もう機種の性能もそうですけども、うんうん、私自身個人の考えでは、うん、もう早くなくなっていくような機種になるんじゃないかなと。逆にあの元々のオキドキの稼働は上がりましたもんね、あれ出たことで、ね、はい、あれで私はあの、うん、5スロンに2台オキドキあったんですけども、20スロンに引き上げまして、オキドキの元々あったやつを5台から7台にして、オキドキトロピカル10台あったんですけども、3台も5スロンに入れましたので、うん、あ、もうもう入れました。まだだって2週間経ってたぐらいじゃないですか。はい、もうあの、10台多いと。あ、なるほど、ね、多いんであれば5スロで使おうと。でその分置き時、5スロにあった置き時を戻してこようと。なるほど、そうですよね。はい、あ、結構じゃあ本当見られてるんですね。失礼ですけど。そうですね。私もスロットが大好きですので。あ、はい、あともう一つ気になったんですけど、今夕方来て女性のお客さん多かったんですよ。はい、で前八のつく日によく行ってた高井田店ではなくて、要は向山店長が、はい、認されてた大東店は女性のお客さんが少なかった印象なんですけど、はい、高井戸店多いですよね。そうですね、あの、まあ、女子トイレの中の装飾等も凝っておりますので、個室個室前に装飾が違うであったりですとか、あ、まあ、我々は全く知る由もないんですけど、はい、あ、そうなんですか。そうなんです。あの女子トイレの中個室もトイレの中でゆっくりしていただくために飽きないように、一つ一つの個室に関して装飾を変えていってますので、今日はってね、そういうの大切かもしれない、はい、今日はここのトイレ入ろうかなみたいなとか、選んでいただけるようなことで装飾もかなり凝ってます。へー、あんたやり手ね。いやいや、あんた考えたんですか？まああのちょっとずつあの会社の方でもそういうことに力を入れていこうということで、いろんな店舗が今行っていっている施策の一つなんですけども、キコーナってどちらかというと女性スタッフ少なめですもんね。そうですね。ですよね、はい、その中そういうちゃんと見てるんですね。はい、だ僕の知ってる法人の中で女性スタッフしかいない法人もいるんですけど、そういうとこってやっぱトイレのアメニティが半端ないんですよ。はい、もう綿棒は当然のごとく、もう化粧水であったり、はい、あのなんだなんだあの乳液とかも全部、はい、あと油取りしとかも、はい、そういうのもあったりして、そういうのも全て置いてますね。ある、大体なんとなく雰囲気は、女性に対する雰囲気は分かりました。はい、そして今2月明日が18日で、3月4月5月とゴールデンウィークに向けて何かございますか？ゴールデンウィークに向けてですね、まあ、あの新規準規は当然出てくるんですけども、まあ、当然やはり旧基準、ここを大事にしながら常に育成して、うん、じゃあ毎日じゃあ当たりは作る感じだ。まあうなずかなくていいですよ。はい、違う方向向いてますので。ああ、なるほど、はい、じゃあ当たりはないんだ。絆には当たりあるんだ。まあ、いや、がいいわ。はい、うん、8のつく日、18、あと28ですか。はい、ちょっと楽しみにしたいと思いますね。そうですね、インフィニティですか。明日も300人ぐらい超えますかね。明日も間違いなくあの問い合わせが非常に昨日から多いですので、17、16、17と問い合わせが非常に多いですので、うん、間違いなく超えてくるかなというふうに。ちなみに28もいい感じなんですか？28日曜日なんですけども。あ、もうじゃあいい感じなんですね。はい、もうそんなの関係なく聞いてないのに曜日出てきたんでね。はい、なるほどね。38、318、328、新機種なんか注目されてるのあります？新機種ですか、今後の新機種、まあ次で言えばすぐ早いのは北斗、パチンコ北斗ですね。まあ今回その前の北斗が、今入ってる北斗が良かったですからね。はい、あれをもうちょっと言ったんですけど、ちょっと面白げだったんで。はい、パチスロは、パチスロはですね、まあ A タイプ、まあ南国もそうなんですけども、AT の、まあ、南国がどこまでいいのかなっていう、まずはそこですかね。どう言えないですよ、新基準はほんまに、はい、ためにしちゃうんでね。まず次で言えば南国が一番、うん、まあ一応ビッグタイトル、はい、ビッグタイトルになるのかなと。まあビッグじゃないですけどね、ミドルタイトルぐらいですよね。はい、
で、キンパルあって、アステカであったり、ゲッター。ゲッターとか入れる感じですか、はい、あ、入れんだ。私はだけど、アステカが一番やはり世代ですので。あ、僕も世代です。はい、あ、気になるところではあります、ね。まあまあ、確かに。一番新しめのお店ですから新機種は確実に入ってきますよね、はい、新機種に対する扱いってどうなんですか、そこもちょっと聞いておきたかったんですけど新機種ですか、当然あの旧機種も大事にしてるんですけども、新機種に関してもですね私が一ユーザーとして売ってみたいなっていうので、うん、やっぱり分かりやすい設定ですよねもう、まあ、そこは台頭の時からあの察してましたけどそうですねあの攻略誌に出る前からですね、うんうん、やっぱり感じていただきたい初日から俺だってね、はい、あの番長導入初日に俺6積もって8万じゃない8万使って3万出して5万もらったんですよ覚えてますよ8月8日ですよ、はい、違う9月8日ですよ1年前2年前の9月8日はいおいで最後あのご挨拶行ったら新さんあれねえいや、分かもう何も言わないでくださいみたいなありましたよね、はい、あの時もだって初日から6使われてたんですもんねいやそうですね、はい、なるほどねなるほどですね分かりやすいあのタイプですのでなるほどですね、はい、分かりましたあんまりホールには出られたりしないんですか朝は毎朝、お出迎えはしてますよねお出迎えしてで夜ですねまたあ夜ねあ、はい、なるほどですねこれから出てくるんですねそうですねはいなんかちょっと言い残したことがあるかですね、まあ8もそうなんですけども、グランドオープンが、22日にグランドオープンしております22なんですね22なんですよね、12月の22日にグランドオープンしておりますので、ぜひ、まああの22もちょっと山、22で山作りたいと2月の22日ですね22に次は22あだけど、多分オンエアになってる時もう終わってるんであそうですよねそうですよじゃあですね、まあ、次回どんな感じだったかあの聞きますよあそうですね、よろしくお願いしますじゃあ22も大事8山あって18山あって18の後22やって28やってみたいな、ね、そうですね金曜日前後のところでありがたいですねはいわかりましたぜひ楽しみにしていただきたいはいやっております。はい、いう感じでインフィニティオブスロットル、通称インフィニ、明日どういう感じになるのかなというところでお楽しみください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。したのはなんとなんと北斗の拳転生のショーということでですね、毎月8のつく日が強い気候の高い打点ですんで8大盤祭り8ですね前回も打った陽台もそうでしたけれども8祭りもそうなんですが角台も強いっていう、まあ、法則というか傾向がありますのでですねちょっと打っていきたいと思いますでなぜに転生なのかというとがっくんしましたね何でしょうね新基準で来てて、第一候補が絆第二候補窓巻き、第三候補っていうと何っていうとやっぱりこれ北斗の拳転生になってくると思うんですねモンハン月下とかがあるお店だったらあれなんですけれども僕はあれは打ちませんのででもう一つアピールポイントとしてはおそらくオープニングでも言ってたと思うんですけれども転生のショーは再認定が取れたんですね、パツを導入されてからというよりはリリースされてから3年間の検定期間過ぎた時に再認定を取ることによって、3年以降も設置し続けることができるというこれは業界的なシステムになってるんですけれども、一昨年の11月に一昨年かな去年まあいいや去年か一昨年か AT 規制かかったじゃないですか
で新基準の流れが来たわけなんですけれども、2016年では今年いっぱいしか絆であり窓巻きでありは置けないっていう話だったんですが、北斗の拳転生の賞がこれ再認定受けられたことによって、今現状の段階では2017年以降、つまり来年以降も転生は置いていけるということになってるんですね、一応法律上は。ですのでちょっと転生が置いてある店は転生を見直すっていう動きに全国的になってるのはこれ事実なんですよ。というところで、実は先週というよりは5日前にこいつを打ったんですけれども、ちょっと嫌な思いしましてね。であるなら18日の、まあ、8のつく日の午後の高い田で、まあ、全機種に設定が期待できるような状況で、それも位置的に強い中央通路側の角台が空いてるんであれば、これ打ってやろうじゃねえかっていう、そういう感じになっております。はい。で、なんだっけこの台本当にね、とりあえず通常じゃ修行ですよね、天下の時待ちというかですね、そのためにはシューブリプレイでありチャンスリプレイでありっていうところ、あとはスイカ見てモードというか状態を上げて広角状態にしたところでまたレイアップ引いて天下を刺すと。で天下入ったら入ったで必ず伝承モードという天下連が期待できる状態いきますんで、伝承モードが落ちる前にまたレイアップ引いて、継続率というか滞在期待の長い伝承ミドルでありロングにねじ込むっていう、そういうゲーム性でしたよね。はい。あとはもうパズドラでもやってりゃいいんじゃないかなと思います。はい、来た。これがだから中段チェリーではなく強チェリーっていう扱いなんですよね。で170分の1の設定6は、で1は200分の1、30分も30しか違わないですけど、まあ5日前に打った転生が強チェリーが1200ゲームで0回っていうね、ひどいでしょ。よく打ったもんだよね俺もね。これなんか確定チェリー的なのありましたけど、これどうしてるんだっけ。右レール下段バーだよね。だよ、まあまあ覚えてるんですよ、まあまあ打ってるんですよ。意外と俺転生ではまあまあ2回出してますからね。で、確か32分の1かなんかで、ね、直撃がありましたよね、強制到達っていう安倍室、まあ、これちょっといいんじゃないの。この演出に行ってる時点で強制到達が期待できますので、ユリア様を守るの雲ゆえの気まぐれよ。これ当たるね、当たるやつだ。ここ設定じゃないですからね、強チェリーからの強制到達は。スイカからはありますけど、なかなか銃座出てきませんのでね、ここはちょっとカメラさん寄りになるところですよ。一回やられるんですよ銃座のね。ほら、ね、当たっちゃうの。うだよね。からの、うまいね、座布団1枚だよ。出たこれ。ほんとさ、なんだこいつ。ここ当たっちゃっていいとこだと思うよ。もうテンションガタ落ちなんだよ俺今ね、ほんとに。しかもちょっと手が入んないとかって言ったら、もう俺もうほんとまた怒っちゃうもんね。僕と嫌いって言い出すんだね。っていうかもう入んないよねこれね、煽りないもんね。ほんとにもう。はい、延長に入りました。93アベシね、だから128アベシですよ。変更した時の 10%15%、 まあまあ覚えてるでしょ俺。設定が 10% で高設定が 15% 合ってますよね。あれ違ったか、違う、合ってる。ほらほら来た。そうだよね、
くないわ。99アルシから145アルシですよね。244まで行きます。はい、これでモード B ダメーこの意味なんでしょうね。それでここの本当5ゲーム間ですね。5ゲーム間に早く引くことができれば連勝ショートからミドルにミドル以上に上げることができるっていうところでは残念。なんかあの攻撃になったら立つみたいな野球チームの監督みたいな。お798でございます。これ当たるやつや、これ当たるやつや。ってことは800は超えるのでモード A じゃないです。ちょうど今800、あ、超えませんでした。ちょうど800でした。はい、で800だとちょっとどっちか分かんない。566ゲーム投資19本、800安倍氏、安倍氏会場、安倍氏って言ったことないんだよ。安倍氏ってやられた時のセリフだから。どうかも分かんないけど、もうすでに帰ってもうやばいもんね。またみたいな、また800とかまでっていうか、もっと言うと1000
500とかでまた天井いっちゃうかもって思った瞬間天井直前だったりするから、この調子だと128抜けちゃうなって思いきや抜けなかったりするから、これ厄介なんですよ。この子はチャンミックからです。112安倍氏チャンミックからテーマ、112安倍氏でプラス90、202まで126。さらの3枚目もう一発、これ当たんなきゃ困るやつ。まあまあ前線に詳しいカメラマンも立ち上がりました。これは当たるサインですか。カメラマンスタンドアップエース入りました。これが今が一番熱いその A ちゃんが立ったのが一番熱い。はい、240、これ当たるわ、これ当たるわ。大丈夫よ、大丈夫だよね。この後来るんだよね、この子は。外れたと見せかけて今243だから。ふざけんなよ。遊んでやんねえか。ああ座っちゃう、ああ座っちゃった。ああ番長打てばよかった。これもう確実になんかこれちょっと当たらないと困るような羽織だよね。イエスタイム愛してるよ。さあちょっとエンジンがようやく温まりましたか。レッツアウト出せねえよ。イエスタイム、ここでまだ舞い上がって、俺なんて5万8000使ってる。